トピー、ちょっと落ち着いたらさ、その拠点の建築でちょっと相談があるからディスコ来てほしい。はい、ここだけ？スバルさん、おお、打ち切ってんじゃない？弾打ち切ってるんじゃない？ここだけ壊れたんだけど。あ、オッケー、ちょっと待ってね。じゃあちょっと離れるわ。すぎる壊れ方してる。え、待って、これゲーム内 VC。うん。ゲーム内 VC 一回切ります。はい。え、トワピさ、リスキルされたりした？今日マジリスキルされたよ。ああ、それ、はい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 。初期リスでもされた。ね、でそれが、あれやばいね。まあ多分運営さんも多分場所調整とかしてくれそうな雰囲気はあるんだけど、一個思いついたのが、うん。まあ、4方向？斜めに4方向に、なんか通路みたいなさ、こう金属のまあ土台と壁と天井で囲った長めの通路とちっちゃい部屋にベッドを置いて、復帰を何箇所かできるようにしようかなって。どこから来てもいいように。あー、なんかさ、うん、あれ歩いてる最中にもボーンって行かれちゃって、うんうんうん、リスキルもなんだけど、その一回初期リスは大丈夫だったんだけど、その移動するまでもう殺されるみたいな、うん、でしょでしょ。でそこをうまく拠点側に守られながら通って帰れる道と部屋を四方向に設置したらいいかなと思うんだけど。なるほどね。うん、でそこはちょっとやってほしいかも。ちょっとあんまり伝わらないかも、そのなんかそのどういう風にやりたいのかっていうのが。うん、まあ歩って帰ってこれればいいっていうところを、うまく通路を作りたいって感じかな。拠点に、うん、どっから？初期リスから？いや初期リス側っていうのは建築多分できないから。あ、ここ端っこなのかな、建築可能エリアの。ちょっと端っこあった気がする。今さ、初期リスのとこが結構ギリギリかも。ね、この建築できる範囲内に、まあちょっと、引いてみれば土台など、うん、それでイメージ伝えれば。なんかもう壁貫通。そうだね、貫通攻撃で人に来ちゃうんだよね、建物じゃなくて。だけどそのタイミングってさ、死んだ後なんて分かんないじゃん。だから、いろんな方向に、置いとけば、反対方向からはワンチャン復帰できる可能性があるから、それで戻ってきたらいいかなって思う。あ、なるほどね。うん。で、その場所を、4箇所作ろうかなって思う。まあ、もしくは2箇所でもいいけど。はいはいはい。うん。って感じ。拠点にアクセスできるベッドルームを作ろうかなって。とわー。はーい。ごめん、水道がさ、壊れちゃってさ、うん。ちょっとどうやって引いたらいいかわかんないから教えてもらってもいい？いや、落ち着いたら。オッケー。オッケー、ありがとう。ちょっと回復で時間が。うん。これ、光源なくなっちゃった人、光源取りに行った方が良さそうやね。そうだね。他失った人っているかな？一回聞いてみようか、恐竜失った人。はじめが光源失ったって言ってたよ。はいはいはい。じゃあ、トワ様、一旦鉄奴隷してきます。あ、オッケー、ありがとね。はい。ちょっと復旧まだなんですけど、行ってきまーす。あ、いやいや、復旧。はい。中入れちゃうから小百合が取ってくれると、ありがとね。オッケー。ねえ、アキ先輩？うん。なんかさ、ペコちゃんがさ、取った虫いるやん。うん。なんかあれで、マグマサウルス持ちながら、なんかその、資源回収できるって言ったんだけど、それ資源採取オンにすれば、そのアンキロみたいに取れるってこと？ああ、かもね。やってみていいかも。さっきオフだったのかな。なんかさっきね、ペコちゃんがやってくれたんだけど、できなかったって言ってて。なんで？できないのかな。やったことない。やってほしいなみたいな。ああ。なんでできないんだよって、それ、あれね。取ってくれよってことね、その。多分、資源回収オンかな。でもわかんないんだよね。使ったことないから、できるのかな。自動はないらしい。マグマ自動無理らしい。ああ、そうやっぱそうな。そうなんだ。うん。アンキロだけか。まあ、持ってってもらうって感じなのかな。バレてない。そうなるんだ。持ってってもらって、帰ってくるときだけ、
とかセットでね、行かなきゃいけないので乗れないからね。なるほどなー。結構入ったなー。リスキルされてた、ずっと。意外と耐えたね。うん、すごい耐えた方だと思う。タレットも残って、ね、そう、弾も全部使い切ってちゃんと屋上に寄せて撃ったから、はいはいはい、結構ワイバン落としたんだよね。恐竜さんを一人、弾も全部なくなった。弾全部使い切ったの。うん、使い切った。連れに来た。バカすぎ、やばいでしょ。相当だって、うん、準備してないよ、私してて。あれか、今日のベイリーミッションの人だ。でもいい感じだった。あれさ、昨日はさ、うん、12台ぐらい入れて、うん、まあちょっと分からなかったから300発ぐらいしか詰められなかったんだよ。まあ時間もないしさ、うんうんうん、今回600発詰めたんだよ。はい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 。でそれを何台入れたけど、うん、で樽の中に入れるのがミッションだよ。笑えるわ、もはや。ねえ、おもろいよね。あいつやばいよ。あいつやばいでしょ。タコみたいなやつ。あれは何？手前の足からやんなきゃいけないの？そう、手前の足を全部落とし切ったら初めて本体に攻撃が入るってやつで。なるほどね。でも拠点をさ、ビリビリやってきてたじゃん、うん、あそこの触手だけ落として復帰できるようにしてから、その堂々レックスとかの周りのやつを倒すみたいにしてたので、ね、なるべく、うん、うん、でそれにちょっと気づけるまでちょっとリスキルが多かったんだけど、その後は割と復帰できてたような気もしたんだよね。まあ、ちょっと作戦考えてみようかなっていうのが、その復帰地点を散らすっていう、うん、うん、感じかな。まあ運やなあ、マジで復帰すんのは。まあタイミングとね。二段ベッド。すいません。はーい。ちょっと近くて、明日玉何個必要ですか。ごめんね。で、ちょっと待って、後で伝えるね。あの今は玉、そんなこと考えないで、あの木をちょっと燃やしといて、はい、あのなんか一応なんか火薬作っといてね。はい、わかりました。大丈夫大丈夫。後で、うん、大丈夫だよ。ごめん、さっきね、あの弾をね、うん、6000発かなって言ったら、うん、あの狂っちゃって、めいちゃんが。ああ、僕だから今震えて聞きに来てる。まあでもすっごい逆に立ってたよ。だって全部使い切ってるもん。う、ね、うん、マジ爆笑、うん、でさ、あのタレットなんだけどさ、はいはい、その復帰地点を作ろうって言ったじゃん、今さっき、うん、そこの上をちょっとこう伸ばして、そっちにもタレットを置こうかなって思う。中にね、中っていうか外、外、そのー、ああー、待って、分かったわ、そういうことね。あー、来た、地点から、うん、まあ、トンネルみたいなの伸ばして、そう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 、そうそう、そういうことね、理解した、うん、今ので理解した。で、そこに、だからタレット、うん、まあ、地面設置みたいな感じ、地面設置というか、その、トンネルの上設置とか、周り設置してってことね。そう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 。あー、なるほどね、理解した、理解した。何が言いたいのか。うん、基地集めが、ポリマー、あー、カニから落とし、カニはポリマーか。カニ落としてたと思う。だから、うん、防御炉に入れてもらってじゃないかな。セメントキッチンだから、今のボス戦で落ちたキッチンはキッチン捨てずに課金集めてください。どこか洞窟に、うん、洞窟に行ける人は、じゃあ一旦ね、拠点に入っちゃうよ。オッケー。まあ、とりあえずその十字のやつは、うん、あの一旦拠点修復してからにするわ。うん、でちょっとそこをなんかつけたり外したりするから、そのベース作っちゃうね。うん、でもちょっと後かも。オッケー。うん、そんな感じで、はーい。ありがとうありがとうありがとう。ちょろちょろ。よし。うわ、これ復旧して1時ぐらいに、いや、一回宇宙イルカを取ってから考えようかな。25時、いけたら行きましょう。行ける人は行
切りましょう。えいじゃん。ふぅ。すごい、無記名ほぼノーダメだったぞ。えらいな。向かいが死体置き場みたいになってて怖いわ。あ、ちょっとここの資材チェスト運びやばいかもな。壊されたところの。水道ね。これこっちの水道生きてて草強くてさ。門は破られたじゃん。水道は生き残る。よいしょ、二重金属はやっぱいいな。ド M メロンに当たっちゃった。無事だ。申し訳ない。ロックドレイク。ド M だから、あ、こっちは全然入ってない。ド M だから、全然大丈夫。ダメだって。ダメだって。ダイオードの方が怖い。方言で言ったっけ。 Have you guys had a great time? I'm gonna talk. 前で音とか。あー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 。難しい。あー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 なんでメロンじゃないかな。セメントとってもらったわけじゃん。なんでセメントとってこの修繕に。セメントとってもらったわけじゃん。鉄を出します。石もあります。こっちの恐竜。まああんまり使わなかったかな、意外と。こっちだよ。ちょっとセメント足りなくなりそうなんだけど。武器かなっていう。お願いしまーす。ここの中に石と鉄。すみません、よろしくお願いしまーす。あきたす、あ、弓。はいはい。明日やばいかな。まあ、やばい。やばそうだよね。そう、で、ちょっと拠点のリスキルが怖かったから。確かに。そこをどうにかしようっていうのと、みんなの武器とか戦える防具とか、その辺をちょっと整えたいなって思って。攻撃になっちゃうから。あれさ、なんでさ、恐竜よりさ、銃じゃなくて、恐竜使って全然大丈夫、なんか失いそうでもう瀕死なんですみたいな感じが多かったから、そういう人は乗り換えていいよって。あと届かない人、届かなくてうろうろしちゃってる人とか。はい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 。かな。あと、まあ強い武器をね、今日テックの思考の昨日さ、なんかイベントあったんだけど、それの商品でね、出たやつ持ってて、あで、まあ、それ使ってみたんだけど、まあめちゃくちゃ強かったのよ。はいはいはい。そんな感じでいい品質のやつが作れたりとかしたら、めちゃ強いなーみたいな。じゃあ武器を作らなきゃいけない。普通の石の矢だと倒しちゃうから、リスポーンのベッドの位置変えなきゃいけないから。そうで、拠点、ちょっと待ってね、今ちょっと今拠点内にいて、耳が聖徳太子なので、ちょっと待って。ピー持ってきました。あ、これ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 、これはモエタン行きましょう。バイバーイ。マスイヤを作ろう。よいしょ、ちょっと一回初期拠点。あ、なになに。マスイヤは作るはず。待って、そっか、サボテンスープ持ってっとくか。森のやつもケツァ初号機、お前頑張ったな。ほんとだ。よし、ご飯取ってくるからね。よし、スバちゃんこっちいつでも話せるよ。え、なんかさ、ふわもこちゃんがさ、うん、今話しかけてくれてて、うんうん、あのなんか今ロックドレイクとシャドメ、うん、乗ってて、うん、で攻撃用の恐竜がもう一体いた方がいいんじゃないかっていう話があって、うん、で なんか あります乗れるやつ。あー、カルカロ強いと思うし、カルカロいいよね。あとはシャドウメインに乗って光の戦士パターンもあるし、うん、確かに光の戦士回復が足りなかった。結構ね。そうね。今日二人いてくれたから、ギリって感じだけど、うん、もう一人、雪袋かな、いても良さそうって気もした。雪袋を取りに行ける？
てか卵埋めんじゃないかな。あー確かに、ちょっと聞いてみるわ、トアに。そうだね、トアピといろはちゃんかな。あずきちゃんも持ってたから、うん、交配させちゃえばいいと思うから、ちょっと聞いてみるわ。うん、オッケー。あきさん、今大丈夫ですか？あ、大丈夫だよ。のですね、あの、うん、私とアーニャがですね、お疲れ様です。うん、あ、お疲れ。あ、ま、ちょっと待ってね。恐竜コーナー。ソラちゃん、ちょっと待ってね。ごめんね。わため、今ね、ディスコードで話してて、玉はでも欲しい。必要。うん。お願いします。あ、ごめんね。いいよ。こっちが切れてるから分かんなくて。そうだよね、そうだよね。私たちも攻撃できるやつ、ミッション的にも必要なんだけど、うん、私がプテラとドエリあと一枠、アーニャ今日初日でカルカロしかいない。どうしたらいいっていう。どうしたらいいですか、師匠。うわ、何やりたいかな。アーニャはカルカロがいるから、もう一匹は移動もから飛べる方が、飛べて強い子。はい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 。いや、私も一応プテラがいるけど、戦力にはならんから、うん、移動と採取のドエディはいるから、うんうんうん、戦える子が必要。わぁ。メックでやるしかないって感じ、私は。はいはいはい。なんか今日やってて、やっぱ空のワイバーン隊が、うん、まあ、ちょっともう少し人数いても良さそうかなーとも思ったんだよね。ああ、うん。なんかライトニングワイバーンの卵があるんですけど。あ、そう、取ってきました。それ誰かのかな、あれだっけ、今聞いていなかったら。かなさんがさっきなんかワイバーン入れたよって言ってたかも。ああ、だからかなたんかも。はい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 。かなた先輩のか。うん。で、聞いてみてもいいかも。なんか、深木に入ってる卵誰かも、誰かの、そうですね。ですかみたいな。それで、誰もいなかったら返しちゃって大丈夫だし。そしたら兄は飛べる子もゲットできるね。うん。で、3匹目もゲットしに行くこともできるね。うん。あとは、もしくはなんかね、豚なんだけど、ヒーラーが結構足りなくて。あーね。うん、あ、私多分、うん、3D 酔いが昨日もだったんだけど、ひどくて、うん、空飛んだり、迂回する移動が多いのは、うん、結構きついかも。うん、あ、じゃあ、豚のヒーラーが結構おすすめかも。それはまあ動かなくてもいける？うん、基本動かない。あの、陸だし。そう、なんか昨日のレースもそうだったんだけど、うん、20分も持たずに、酔っちゃってダメだったから、うんうんうん、移動が激しい恐竜は、レイドで私は役に立てない。はい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 。そうだね。一番移動が少ないのは、ヒーラーのダイオドンか、な、うん、うん。ダイオドンってマンモスみたいなやつ？いや、ちっちゃい豚で、青くんと、マリン船長とロボコさんが乗ってるやつか。うん。じゃ、とりあえずヒーラーの恐竜私はゲットすればいいってかな？そうだね。で、もし、ダイオドンは、あの、地上で、ほとんど、まあ、歩いてテクテクって移動するぐらいなんだけど、あと、雪袋っていう、まあ、鳥？ああ、ね、いたね、そういえば。先輩が。そうそう。あれは、一応飛んで移動があるから、まあ、そこが、もし、ソラちゃんが大丈夫だったら、雪袋も結構いいって感じかな。ずっと飛び続けじゃなければ大丈夫。プテラで移動は全然してるから。うん、多分、どっち、移動があるなら豚も結構乗りながら攻撃できるから自分の身も守れるし、うん、結構戦力にもなれるから、うん、おすすめではある。でも好きな方で全然良さそう。ダイオドンか雪袋。うん、ダイオドンだったらその交配できる子供が多分今作れるから、それでもらったら強い子が手に入るかも。オッケー。うん、じゃあちょっとどっち聞いてみるわ。うん、うん、はーい。はい、ありがとう、ちゃん。ありがとう。はーい、ありがとう。ありがとうございました。はいよー、いつでも。よいしょ。あれ、チャバ配信してないのか？おー、危ない。今日ね、実は、1時ぐらいかな？からサーバーが開いてて、チャバね、見てたんだけど、一番乗りぐらいにインしてたよ、もう本当に。あ、何？あーい。
でもいそうだな。ちょっと待ってみるか。あ、オッケーオッケーオッケー。よかったよかった。何の話したっけ？あ、チャマね、早めにインしててやってたんだけど、ボス戦か何か戦いに行ってて、回復しないままね、ご利用してたら死んじゃったらしくて。で、別の、カルカロとワイバーンかなを、卵と渡して、それをね、育てた。わい、ちょ、まあ、あー今言ったばっかりなの。まあ、難しいよね。なんか、守りながらとかって、むずいからな。邪魔邪魔。ダイバーの卵はまだあるよ。一応言っとくだけ言っとこう。だから言うて、そう、同じだけの時間をチャマやってるからすでに。結構やってるからね、すでに。みんな頑張ってる。だんだん、その、もう明日最終日かな？だし、こうみんな頑張るぞみたいな気合がね、結構、これ作るか、これなんかどうしたらいいですかとか、いろいろとどんどん、わかんない時とかね、聞いてくれたりも増えたりとか、積極的にいろいろやってくれて、こういうのも取りに来れる。今来れると。強くなりつつある。でも、アキロゼも、そう、1時からやっててさ、配信で、まあ、テイムするとこ、見たいかなーと思いつつ、もうなんか、もういろいろ間に合わないと思ってさ、もうテイムしちゃったんだよね。まあ、プテラなんですけど。あ、やばい、よそ見した。まあでも結果的に見せれるようになったから、ラッキーか。逆に、あ、湧いた湧いた。やったー。でもこれもさ、いやこれもめっちゃ探し、まあめっちゃでもないかもしれないけど、結構もう森は網羅したぐらい歩き回って、見つけた。これ優秀じゃない？100の150。この子がいいなー。よし。行くぞ。ドキドキ。まずはちょっとこの子とじゃれ合います。やっほー、やっほー。君と空の旅をしようよ。君が必要なんだ。ああ。このように対話をします。まずコミュニケーションからね。一緒に空を飛ばないかって。あ、来た来た来た。おいでー。配信外でさ、もう時間がなかったから、撮りに行ったのはそうなんだけど、どこにいるかもわかんないし、テイム方法もわかんないし、うまくできんのかもわかんなかったから、一旦これね。いいのーっていう、この見せ散らかして、欲しいなーっていう人がいたら、テイムをね、手伝えるようにね、ちょっと実験として来てみました。まさか失っ、うわー、悔しいなー。自分の操作をもうちょっと洗練されてたら、っていう悔しさ。失っちゃった悔しさっていうわけじゃなくて、自分の操作の悔しさがあるぐらいだけど。でも君の方が強いから、光も可愛いし、ピンクだし。おーい。遊ぼー。
おいでー。よいしょ。あ、もうちょっと。おいでー。いくよー。なんでるが吹っ飛ばさないでね。よし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 、やれ、連打連打連打、よし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 、オッケー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 、よっしゃこのように、戯れることでだんだんと、宇宙イルカの心を開いていきましょう。よし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 、いい子だね、いい子だね、よし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 よ。あきちゃん、おう、はい今大丈夫いいよ、今戯れてるから。で、なんかさ、うん、わもこちゃんにさ、雪袋お願いしたんだけどさ、うん、今あの、なんかあの卵がイロハがいないから埋めないっぽくて。あー、はいはいはい。で、どうしよう、その辺含めてどうしようとなっております。もう一人誰もいないんだっけ、雪袋って。いや、いないね、今、今日はいないと思う。なんか連絡取り合ってさ、もうその乗るわけじゃないから後輩が OK かどうか。そう、今ね、うん、なんかトアがイロハには連絡してくれてて。うん、まあ、じゃあそれ次第かな。え、それまでさ、何やってもらう。誰だっけ、ふわもこちゃん、明日のさ、うん、明日育てても間に合わんよね、ギリ。うん、すぐ育つと思うけど、ティームしに行っちゃってもいいかもね、試しに。するかな。まだやったことないだろうし、もしなんか一緒に行ける感じであれば、雪服、あのネット弾使ってピッと落とせば簡単だから。フクロウってどこにいる。雪、雪山ですよねあのワイワンとか、あのマンモスとかさ、いたじゃん。あの周辺にいるから、ちょっと護衛とかなんかできる人、はいはい、連れてちょっと見てみるか、うん、そうだね、3人ぐらいで行ってやれば大丈夫だと思う。オッケー、ちょっと見てくるわ。うん、麻酔、普通に麻酔で、うん、生肉でいけると思う。おー、よし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 ちょっと今、ムキゴロウで。なるほどね、分かった、うん、じゃあちょっと行ってくるわ。はいはい これが、こうやってやっぱ対話しないといけないから、ちょっとどうしても、困れなくてふぅ、よい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 よし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 よ。よし、行こう。今日から君が新しいプテラだよ。まあバレないで、ほぼあプテラかなんだってなると思うな。ということで、こちらはこのようにこのようになっております。これがあれば、なんでこれをテームしたかっていうと、まあ、プテラ失っちゃって本当に悲しくて、
本当に悲しみに暮れて、なんかでも移動したいなーみたいな、早く移動で機動力もあってみたいなのが欲しかったなーと思ってたんだけど、ワンちゃんデザートタイタン、これがあるとなんか楽だよーみたいな話がされてたからさ、どうかなと思いまして。昼間はね、いろいろまあそんな感じでやってたんだけど、まあこうやってジェムとガスボールと、あと黒真珠もね、深海に取りに行ったりとかしてたんで、そう、テックスーツをね、一つやっぱ急務で作った方がいいなって思ったから、この宇宙イルカのための、アイスタイタンのための宇宙イルカだったから、それでその分のね、黒真珠を取りに出て、よいしょ。もっと欲しいので、タイタンテイムが終わった隙であれば、ちょっと取りに行こうかなって感じだ。あきちゃん。うわぁ、お疲れ。ごめん。うん。いつもビビらせてしまう。いいよ。え、あの、ふわもことりあえず、なんか明日朝早いんだって。あ、そっかそっか。そう、だから、あの、うん、明日、19時ぐらいに、いろはに、ちょっと雪袋の卵だけやってもらってから、うん、まあ、レイドまで爆速で育てれるのがいいかなと思ってて。とだつかなぁ。微妙かなぁ。うわぁ、そっか、今日もう難しいかなってことだもんね。そうそう、なんか今日、雪袋を取りに行くのちょっときつそうやなって思ってて、話聞いてて。あ、なんか6時に起きなきゃいけないらしい。あー、もうそれはね、寝よう。そうそう。うん。卵だけもし埋めたらさ、孵化器？あ、そうね。に入れといてもらうみたいな感じがいいと思う。そうするか。うん。そうしよう。え、明日さ、雪袋きついってなったらさ、捕まえに行こう。孵化。そうね、そうしよう、うん、そうしよう。うん。オッケー、わかった。おいー。あと、あきちゃん、なんかやらなきゃいけないことある？今、スバル、木集めてるだけだから。うん、あ、ほんと？ね、いろいろ絶対あるよ。嘘。あ、セメントがね、なくて。はいはい。キッチンが多分ないんだと思う。ごめん、オツ。あ、オツ。ライトニングバイバーの卵もらっていい？あ、いいよ。オッケー、あざーす。これさ、育てるときってさ、うん。ごめん、ワイバーンの育て方ちょっと分かってないんだけど、ワイバーンミルクが、ミコ、ミコ大臣が来ました、ワイバーン。あ、来た来た。ワイバーン、死んだけど、あ、ミコ大臣、あのさ、あの、アーニャがさ、恐竜持ってなくてワイバーン欲しいんだって。で、ライトニングワイバーンの卵があるからあげたいなって思ってんだけど、あ、全然いいじゃん。ワイバーンのさ、育て方ちょっととは、あの、あんまり分かってないから、アシスト、プリーズ。でもね、アイス、その今ワイバーンミルクいらなくなってんのね、倍率的に。あ、じゃあもういけるかもね。みこちのメイウィングがもしちょっと置いておけるタイミングがあれば授乳してもらってたらより安全。みこちのメイウィングどこいる？みこちのメイウィング拠点にいますよ。じゃあ借りるね。うん、いいよ。ありがとう。授乳有効にしといてね。うん、オッケーオッケー。卵取りますね。おい、大丈夫よ、アニャ。ありがとうございます。うん、よかったよかった。一緒に肉入れて。あ、アキちゃんいる？まだ。うん、いるよ。あのね、テックのやつ持ってきたエレメント。あー、ありがとう。うん、600ぐらいゲットした。ナイスナイス、でかいぞ。そう、でさ、アイス、なんたら行く？アイスタイタン、そうだね、今何時だ？今日29時までなんでしょ？うん。終わってる。29時って何時だ？5時です、5時。5時？いや、5時です。いねえよ。じゃあ、1時に出発できる感じで、ちょっと準備整えようか。了解。うん、メックと、エレメンタル持つ、あとテックライフルとか持ってる人は、そういう武器。おー、テックライフル、テックライフルか。そう、昨日景品でもらった人とかが持ってたら、3かな ?1 本ね、今ちょっともらってて。はい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 。うん。ふなさん持ってんじゃないの？あ、そうそう、その2本持ってるやつを。あ、ふなさんもらったのか。そう、1本もらった。あ、メックある人。何人ぐらい？もう何人いてもいいかなって感じする。じゃあ全体にチャットしちゃうね。うん、まだ扉を1個と、はあ、扉を2個と、え、ブラウン、あ、そっか、メイウィングが、ありがとう。おっぱいあげてるんだ。トワッチ、ドナイト、壁できた。
拠点のこの復興するわたわたしてる感じいいな、なんか生きてるって感じする。じゃあ、アークに生きてんじゃん。もう手止まれないからね、アークから。マジ、会長もさ、おかしく思ってると思う。手が止まらないから、アーク始めて。うん、マジでもね、アークちゃんがいてくれてよかった。ほんとよかったよ。だって、うちら本当に知識なさすぎる。いやー、むずいよね。なんかいっぱいいっぱいあるからね、いろんなことがね。うん、学びながらやっていく時間もやっぱないからさ。いや、でも今回のね、教えを通っていくしかないっていう、ところでね、大変さだわな。いや、そう言ってもらってよかった。行く行くよー。